楽しみですね。お互いのその絶妙なフレームの状況での立ち合いには注目、はい、うん、さあチームの危機的状況、地獄の端から CAG どう抜けるか。カズノコのキャミの登場、対出するは最瞬間ソロ熊本の大きな鉄壁樋口です。よしよし、いきなり刺してきた。スピード展開を押し付けていくのはカズノコ。この展開できればキャミとしてはいいですよね。わずか10秒でガメ押し、早い、たまに早出しのサマー。さあ出してマイクで樋口、ここは一度立ち上がりリセットになっている。上対空バッチリ、ディープタッパーでの対空、足元から暴れてドライブゲージを回復しているカズノコ。さあ立ち回りの距離、樋口がかなりいい。リバースピラー一つ気になってますかね。中足ダッシュしたいところに外側からその中足に勝てるっていう打ち方をしっかりしているので。サクセスピン狙っていたか。ドライブゲージが厳しい状況、削りに行く。ジャスパリーこの前からドライブゲージのバーンなんだ、素晴らしい。そしてバーンアウト、カズノコが完璧判断。ただ樋口乗っかっちゃった、ワンゲージ持っている。ここからまたジロップしに行く。インパクトどうだ。ただこれはまだまだそうですね、足りないですね。はい、SA ゲージを2つ持っていて、まだ樋口がリード打っていく。ちゃうのここの1ラウンド目で体力リードは大きく樋口。インパクト下を見たか、見ている。いい守りを見せたのは樋口、まずは1ラウンド。まあ、今のはね、その崩しに行くっていうよりもむしろソニックなんかを読みに行くインパクトだったような気がするんですけど、樋口がよく見てましたね。さあここはずらしに行った。家族は上から降りてダメージを取っていく。今度は打撃タク、 SA ゲージは3つ溜まっている。2つの投げ、3つ目の読みはどうだ。3ゲージをどう使うか。ダッシュ投げ、後ろ投げでかすぎ。さらに投げる、次は四隅一旦守る。無敵は相当警戒しますね。さあ前に蹴って間合いがいい。樋口の外上ずらしている、高め、うわ高いぞ。今日からドライブラッシュ、 SA ゲージは残した。次で決めるか、うん、投げてさらに圏内、どう投げる。まだ残るが食らえないんですからね。インパクト、ここでインパクト、嘘になるインパクト。俺もやるよと言わんばかりのインパクト。今結構ね、多分400、500かちょっと怪しい体力だったんで、絶妙な、そう、もしかしたらインパクト返しもあったかもしれないんですけど、ただその展開早かったですよね。樋口の試合作りが見事でした。まずは樋口がリード、最終間それにはこの鉄壁がいる。崩せるかどうか、カズノコ、うほー打っていく。ただ位置が入れ替わるんで樋口さんは悪くないでしょう、こちらっても。上がなかなか通らない、地上戦から崩していきたいカズノコ。うまい、差し返した、うまい、大きく足が振ったところを自分のターンに持っていった。ダッシュに行かず、差し返すようなダッシュ、カウンター、相打ち、体力リードは大きくカズノコ。 CAG 亀橋までは近づいてきている。ここから重要、入れ替えも気付けるか。相打ちになるの、なるほど、ジャックゲー、カウンター、ダッシュ、これを見ている。素晴らしいカズノコ、ジャックゲーは状況確認ラッシュですよね。空振りしていてもラッシュになってしまうんで、やっぱジャック攻撃ラッシュってちょっと難しいと思うんですけど、勝負どころでうまく決めていきました。さあここは SA ゲージ1つ、ソニックハリケーン回していく樋口。パリで飛び道具をかわしながら、いやーダメだ、しっかりボタン押してる、反撃押してますね。はい、じゃあ2つ、ターンを抜けられないようなこの技打ちとかがすごく上手いですね。バランスがいい、中パンチの空振りによるフェイントも織り交ぜつつ、確かにそうですね。さあここはジャンプ、はい、よくボタン押すの、家族早い、今の垂直もう上がり途中ぐらいですよね、今ね。いやー、見切っている。ソニーからドライブゲージはかなり苦しい状況のカズノコ。ガード目からマウントでもいいよっていう気持ちですね。位置は入れ替わってはない。足元ストライク、素晴らしい。そして足返しを狙うようなストライクから3ゲージ持っているが、やばい、中ヒットしている。ここはソニックハリケーン、リーチをかける最終カンソル熊本樋口。壁の勝利をチームにつなげるか。追い詰められたのはカズノコ。ゲージはありますが、やっぱり触れてないですね、なかなかこう樋口の飛び道具と打撃のバランスがいい。うわやりに行った。さあターゲットは決まっている、キラービースピン、ダッから面白いここで、おしゃがみ強の先端を狙いながら鍵飛びだ、そういうルートもある。ドライブゲージが少ない状況の樋口、ここで抑えきりたいカズノコ。ダッから変化しかけていく、暴れている。樋口そうですよね、ソリッドパンチャーでバーンと狙いに行きますね。あ、亀梨リッタ様、これはやばい、これは厳しい状況はカズノコ間違いない。樋口が攻めてくる、要塞だ、ボブルトーストか、使
うんだ。さらに1ゲージ使う、もう1ゲージ戻ってくる。確かにラインの仕上げっていうのもありますね、うん、ダメージも取れるし、ラインの仕上げって、これでまあ画面足インパクトはないだろうと。中断立てる、ここで1ゲージが生まれる、読み勝っている、ゲージが戻ってきている。ゲームあ、これ次は取ったかな、打撃タック。さあ、カズノコ任された途端場での勝負強さがやばいわ。腰を据え方一流。これで1-1。打撃コパン、カズノコパンストロークではあるのって本当にそういう暴れ方でしたね。さあ、上何飛んで降りの精度、飛んで降りの精度、読み合いが強いですね。この壁を上から乗り越えるか。急激の鉄壁の要塞、中継タイプ、肩ダッシュ、うわスペースを作っている。入れ替えたかったが下がっていた、うん、投げる。よく後ろ下がりしましたね。カズノコのギアが間違いなく上がっている。上耐久力、はい、ここはやはりブレないか。カリ出すソニックを追いかけながら樋口、画面の中央まで。カズノコはドライブゲージが3本という状況、上から行く。そこには樋口さすがに見ているか。しゃがみ気持ちが早いですね、はい、ですね。釣られないように。体力失っている樋口が攻めるところはカズノコが対処して上から。さあ来た、トラノコ、カズノコのトラノコ、裏回りアクセルスピンナックルマッチポイント。隠していた、隠し持っていた。さあ樋口が追い詰められた。カズノコの勢い、ストライクに現れている。カウンター、強敬、さらに特殊な技がもう一つ。樋口が明らかに追い詰められている、上が止まらない。なかなかやっぱ対空が難しくなってきてますね。画面足まで一気に来ている。ここでソニックタイム、上、相手を受け、ダウン。さあどうする。うわー、いやマジかよ、アクセスピンなんか全部通らないですね。さすがに来ている、タイムフリード、ゲージが上から来ている。近いぞこれ、入れ替わった、でかい。3ゲージあるから、バーンとも怖いよ。追いかけた、溜まっている。どうだ、どこまで行く。ロックオンカズノコ、デルタレッドアサルトはどうだ、決まりてー。ヘルエッジロードから帰還するのはカズノコ。 CAG の流れが返った。中堅戦を制した世界王者、すげえわ。いや驚きの展開でしたね。土壇場任せろカズノコ。